少女は、カナえによる日本の小説。告白に次ぐ著者の第2作目にして書き下ろし作品。告白に比べセリフが多く、ユーモラスな箇所と、ブラックな箇所が混在している。基本的に、雪視点、厚子視点のエピソードが交代で書かれている。本作は、キと厚子のヒューマンドラマで、ミステリー要素は少ないと思われるが、最後の最後で、 衝撃的な事実が判明することからヒューマンミステリーと位置づけられる。2010年、告白同様に漫画版が制作されている。2016年、映画版が公開。高校2年の夏休み前、雪と厚子はある話を聞いた。親友の自殺を目撃したことがあるという転入生の紫織からの告白を、ある種の自慢のように感じた雪は、自分なら死体ではなく、 人が死の瞬間を見てみたいと思うようになる。自殺を試みたことがある厚子は、死体を見たら死を悟ることができ、強い自分になれるのではないかと考える。二人とも相手には告げずに雪は病院へ、ボランティアに行き十秒の少年の死を、厚子は老人ホームで手伝いをし、入居者の死を目撃しようとする。死の瞬間に立ち会うために、高校2年の少女たちの衝撃的な夏休みを、 描く長編ミステリー。岩下恵子の作画により、デザート系列の雑誌にてコミカライズされた。2016年には、実写映画化に合わせて、新装版が刊行された。同名タイトルで、映画化作品が2016年10月8日公開。監督は、三島由紀子。ありがとうございます。